1位や、金メダル1位、すごくないですか。結構な勢い、結構な勢い、だって毎日金メダル出てほんまに始まってんちゃいますもん。始まってる。でも俺こんな番組なんかよりもこの裏でやってるゴルフのが気になるから、裏でゴルフやってんすか。ゴルフ見たいじゃん。いや、ね、僕ちょっとゴルフ映してくんねえか。気になるね。始まってますから。あ、どうもラティーナ。じゃあ自己紹介を。ミルキーことコトライバーの七尾です。ちっちゃいおっちゃんの岡ちゃんです。お願いします。はい、今日はですね、はい、ゲストで、プリン。はい。ね、こう自分でこう、プリンを作って、はい、ネットで売ってるんですよね。はい、店舗も立てて。八木社長。そうなんですね。はい。お願いします。はい、よろしくお願いします。後ほどですね、はい、プロフィール紹介するんですけど、はいはい、その前にね、初めて見る人もいるんで、そうですね。こんなぎゅうぎゅう詰めでコロナ3000人ですよ、昨日。ね、やばい。大丈夫なの、心配する人もいると思うんですけど、安心してください。ここに、AT フィールド。AT フィールドあるんで、大丈夫です。そう、AT フィールド。そうなんそもそも、そもそも AT フィールドわからないっていう。わからない、俺わかってない。エヴァンゲリオンですよ。あ、そうなんです。はい。それと秘密兵器、トレールラッシュ。じゃあ、八木さん。はい。どうぞ。これ、さっき打ち合わせ通りね、これ紹介していただければ。オン。コロナも撃退。はい。コロナも撃退してくれるやつがあります。そうなんですよ。これがあるんで、大丈夫。安心してください。トレールフレッシュですね。そこにありますから。そこの、隅のところに。電源抜けてますけどね。電源抜けてんの？抜くとあかんやん。さあ、そしてですね、ツイッターの方、じゃあね、ゆりきちゃんお願いします。ツイッターね。これ、アットアズパン FM にですね、生放送ですから、いっぱいコメントいただけましたらですね、取り上げさせていただきますんで、どしどしください。お願いします。八木社長のね、美人社長。はい。ねえ、いっぱいコメントいただけると嬉しいですね。はい。アットアズパン FM ですね。はい。じゃあ、早速なんで、みずきちゃん、はい、じゃあ、八木社長のプロフィール、紹介、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、本日お越しいただいているこの美女は、美女、はい、八木ひろこさん、うん、京都ご出身の、あ、はい、京都なんですね。関西弁全然出ないですね。さっきでも一瞬出てはりましたよ。隣は奈良なんで。僕奈良県。奈良と京都ちょっとしたライバルですもんね。ライバルじゃないでしょ。ライバルだと思ってない。そうそう、京都はそうだね。京都は行きます。もう奈良は確かに不動の奈良ですからね。そして美容学校をご卒業されて、だからこんな綺麗な。ああ、なるほど。美容学校からのプリンですか。いやいや、そうです。どうやってプリンにたどり着いたのか。確かに、いきなり。学校卒業して、ちょっとだけ働いたけど、すぐ辞めちゃって、すぐ結婚して。あ、もう結婚されたんですか。え、お子さんもいらっしゃるんですか。はい。何歳？もう中1です。中1か。大きいですね。大きいです。うちはちなみに2歳。めっちゃ可愛い。今日はミルキーちゃんのお子さんもね、ここに。すいません、ちょっとお邪魔してます。夏休みに。もうそこにいるのかな。ね、もうそこに。ね。いない。いない。いない。多分ゲームしてます。ゲームしてましたが。で、プリンにはどこに行き着いたんでしたっけ。急に7年前にこう上京しまして、はい、はい、で、その時に親戚の会社で、始めようっていうのって、一緒に企画して開発して始めたんですけど、2年前にそこから独立してっていう形でなります。なんでまた独立に至ったんですか。なんかもうプリン屋をその卒業しようかなと思って、あとはその親戚の会社に任せようと思ったんですけど、引き継ぐ人がいなくて、プリンを、うん、そう、でそれでみんなもったいないねってなって、じゃあ独立して一人でやるよみたいな。え、その資金とかどうしたんですか。まあもう調達して。すごい。プリンはどこで作ってるんですか。プリンはもう自社工場で。自社工場があるんや。工場も引き継いだんですか。あ、工場はもう、はい、引っ越して。工場どこにあるんですか。工場は杉並区下井草にあります。へー、荻窪の近く。そう、下井草知らないでしょ。僕はしてますよ、してますよ。上井草と下井草でしょ。まあ下があれば上がありますよね。中井草もありますね。下高井戸とか上高井戸とか大体ありますから。中井草あんのかな。下井草行ったことありますよ。本
ありますあります。杉並区。はい。いやいや全然マニアック。大都会ですよ。閑静な住宅地でしょ。閑静閑静。そうですよね。ちょうどね、あの八木さんの会社のホームページに映ってますね。美味しそうや。近くない。近くいね。近くいプリンなんですよ。一度見たら忘れない。ほんまですね。美味しそうですね。美味しそうや。江戸とかいて。私もちょっと調べさせてもらったんですけど、美味しそうと思って。やったなんか贈答用とかにいいですね。うち贈答用メイン。あ、贈答用メイン。この時プリン生もんやからどうやって送るんですか。うん、凍らすの。あとあチルドですね。チルド。U パック。冷蔵のまま送ってます。あのクール便ってこと。うん、クール便で。そうなんだ。あ、じゃあ送れるんですね。はい。これいろんな味がありますけど、一番のおすすめは何味ですか。プレーンです。プレーンが一番。プレーンが。はい、プレーンが一番美味しいです。特徴的なところはどんなところが特徴？そうですね、2層になってまして。味噌？味噌？味噌？味噌味？味噌？どんな聞き間違い？味噌のプリン。だいぶ見えないでしょ、味噌のプリン。全然プレンじゃないと。プレンや言うてんの。そうなんですよ。味噌？味噌こう滑らかで、下がプルンとした食感。じゃあ最初上食べた感じと下のところが違うんだ。プレン、プレン。それはちょっとないですね、今まで。技術的には難しいでしょ、それ。いや、そんなことないです。簡単なんだ。じゃあちょっとパクロ。上が、やっぱ見た目もちゃうんや。2層になってんねや。中に蜜があるの？中に秘密が、あ、中にカラメルが一番下にカラメルがあって、真ん中ほじくとあんな感じなんだ。あんな感じで出てきます。面白いね。美味しそうですね。四角いプリンっていいですね。なんで2層にしてるんですか、これ。いや、あのちょっといろいろ配合を変えて、やっぱり2個食べたいっていうか、その滑らかなのも食べたいけど、プルンとしたプリンも好きな人がいるから。俺ね、固めのやつ好き。そう、分かれるんですよ。滑らか派。滑らか、なんか、観光地行くと滑らか系じゃないですか。そうだけど、コンビニとか、スーパーで売ってるのは、固めのやつ。あ、そういうことか。うん。張りのあるやつ。そうそうそう。どっちも食べれんねん。どっちも食べたいって。そうそうそう。そっちの方が。なるほど、それ、あ、本当はちょっとうっすら2層になってますね。乗ってる、乗ってる。あれ、何もクリームが乗ってるわけじゃないんだ。違うんですね。これ、名前は、江戸流行プリンのプが、夫人の夫なんですか。夫人の夫です。江戸と書いて東京と読みます。おしゃれ。え、江戸と書いて東京。本当と東京流行りプリンです。そうです。じゃあ検索するときは東京流行りプリン。流行りプリンでもいいし、江戸プリンで検索して。江戸プリンでいけんだ。すごいじゃん。全国お取り寄せランキング1位ですよ。すごい。何これ。ねえ。これどこで買えるんですか。いや、もうあのホームページ。ネットでホームページとかヤフーホームページとかでも、これもでも実際食べてみたいですね。食べたいですね。まあでも今日は何もそういうの持ってきてないと思うんですけど。いやどうねえ。あれいいのかな。じゃあ持ってきてる。すごい。これいただけるんですか。あれあれなんだこれ。あれ入れちゃう。イレちゃん、ちょっとすごいいい匂いすんだけど、イレちゃん、ちょっとイレちゃん、これイレちゃんもですよ、これもしかしたらこの匂い、ちょっとこれやわしらが三度の飯よりも大好きな、これプリンやで。しかもこれひょっとしたら江戸と書いて東京プリンっていうあの噂のやつじゃないの、これ。ゆりえちゃん、よかったね。ちょっと、ごめんなさいね。ちょっと待って、誰そもそも誰そもそも誰ですか。確かに、確かに。はい。何だ、ちみよってこ。誰何だ、ちみよってこ。何、私が通りすがりの俳優、甲賀忍でございます。誰こちらは。私が通りすがりの末永ゆりえです。さようでございます。すいません、なんか良かれと思って。何、このプリンが食いたい。食いたいですね、これ。いや、いいですね。俺たちのためにね。ちょっとプリン持ってきたの。一人一個ずつ。そうなの。ダメだ。ダメだよ。プリン大人げないな。何でも大人げないと思います。こんなにパーティー。分かった。じゃあこうしよう。これで、嘘でしょ、嘘でしょ、木曜日。木曜日。金曜日。あ、金曜日。嘘でしょ、金曜日チームの、ね、甲賀さんと末永さん。はい、そうなんです。皆さん、ご紹介が遅れましてですね、ご挨拶ですね。私、この二人、あと一人ですね、金曜日のこのアズリの番組やってるんです。
まあ、夕方の4時からですね、嘘でしょ、もう金曜日という番組やってますんでね、はい、はい、現場からは以上です。すごいな、コロマさんの嘘でしょチーム対、はい、ラティノさんチームで、おい、勝負して、勝った方がじゃあこれを食べましょう。よーし、断る、はい、断るんだいやいや、不戦勝でじゃあいただく感じで。おー、じゃあ勝負でやってやろうか、エレちゃんな。じゃあ、ぜひね、この後、じゃあちょっと対決しますので、その前にじゃあですね、ヤギさん、はい、曲の、リクエスト曲。はい、あ、お、はい、曲ね、思い出の曲。思い出の曲、イパネマの娘ですね。イパネマの娘でいいですか、はい、イパネマの娘とは違う。はないです。はい、はい、じゃあ曲の方よろしくお願いします。はい、はい、この後対決すぐ、すぐ。ありがとうございます。Cheia de graça, ela menina que vem e que passa num doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.Sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha, ah, se ela soubesseチームと、はい、嘘でしょチームのこっちです。クイズ対決をしたいと思います、うん、やりますよ、はい、進行のラティーノです、うん、そして審査委員長のヤギさん、はい、ヤギさんのジャッジでこのプリンの行方が決まるということで、はい、ということで第385回そんなわけですか、プリン争奪クイズバトル、このプリンそんなに争奪してるんですか。争奪してます
ですよ。75回ということで、ダブル数より多いですね。番組1年もやってないのに、ということですね、はい、ちょっとねクイズの方法を、はい、ラティアさんがクイズを出しますので、うん、これ林問題です。わかりました。林ですか。林問題で、うん、机ぶったたけばいいんですけどね。そうです。そういうことですか。あのね、はい、すぐ挙手してください。挙手してください。これはボタンです。あれ叩けばいいの。そうそうそう、これボタン、ここ、ね、あ、これボタンです。なるほど、わかりました。はい、じゃあ早速、うん、でお手つき、はい、お手つきいくそうね、はい、もう何か考えます。あ、そう、あ、でね、あの正解、はい、こういう感じで、あの審査員がいます。はい、じゃあ不正解であった場合は、はい、正解。おお、いいですか。大丈夫です。いいですか。はい、わかりました。林問題、じゃあいきますよ。じゃはい、早いよ、お手つき。ああ、そういうことか。お手つき、早い。なんかやらされる後で。ごめんなさい。じゃあ、いきますよ。はい、第1問、クイズ、ラティーノヒート。よし。サメさん、オリンピックの季節ですね。はい。さあ、今日はですね、ゲストで、甲賀忍さん、末永ゆりさん、はい、来てますが、なんと、この2人が最近映画出てます。その映画のタイトル、なんと、電車を、はい、あ、はい、タッチせんのかい、はい、しかも正解やん、はい、で電車を車だと思うな。違う、電車を、違いますね、惜しいですけどね、はい、さあ考える時間10秒。電車を、はい、はい、オッケー、いけ、いけ、やって、ほら、あ、そう、電車を、うんうん、磨こう。電車磨こう。電車磨こう。さっきそんなね、PR の動画がありましたから。電車だけ。はい、他にないですか。他にないですか。電車を。なんとかなんとかすんなみたいな感じなかった。確かに。ニュアンスそうなんですよね。で、はい。はい。あ、でも、はい。はい。電車を動かそう。電車を動かそう。ああ、なるほど。いや、正解者いないですね。はい。はい。はい。電車に乗ろう。電車に乗ろう。終了。終了。しまってボケ倒して私も。はい。終了。じゃあ正解の方、甲賀さんの方から。はい。はい、電車を止めるなでございますね。はい。こちらも出てる映画です。はい。まあこういう感じで林問題。なるほど、ね。今のは練習問題。練習ですね。練習ですよ。はい。じゃあですね、はい、クイズ、ラティーノヒート第2問。はい。はい。なんと、はい、次回、パリオリンピック。で、なんと新種目ができるそうです。さあ、その新種目は何でしょう。考える時間10秒。はい。江戸と書いて東京プリンの早食い大会。おーい、うまい。はい、はい、ほか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 、あと江戸と書いて東京プリンの、を持ちながら、あの、長い競泳握りつぶさないように競泳。ダメ、はい、新種目です。新種目、もっとスポーティーなやつ。スポーティーなやつ、スポーティーなやつ、はい、はい、はい、どうぞ。ロープレスバンジー。ロープレスバンジー。死んじゃいますよ。死んじゃいますよ。はい、はい、何やろ。あとなんかあるかな。なんかあるんですか。はい、はい、お、来た、いけ。エッフェル塔を、あの、早く登ったやつが勝ち。フランスだけに。フランスだけに。フランスだけに。はい。じゃあ、終了。でも結構言ったぞ、俺。結構言っていただいてありがとうございます。ね、さあ、じゃあ、第3問目いきましょうか。しかも正解なんなんですか、正解。正解審査。正解なんかどどいんすよ。大体わかりました、この番組の趣旨が、ね。はい、趣旨が。なるほど。趣旨はどうでもいいです。どうしてもやっておりますよ。そうなんか、はい。じゃあ、第3問いきましょう。はい、今日はですね、3問目はですね、はい、なんと今日のゲストの、甲賀忍さんからの問題です。はい、ぜひね、甲賀忍さんもお答えいただければ嬉しいなと思います。はい、さあ、クイズランキング。ちょっと待ってください。自分でだし、自分で答えるって。圧倒的に有利や。第3問。はい。はい、甲賀忍さんが好きな映画のタイトルは何でしょう。はい、はい、団地妻の憂鬱。
エロい系ですか。エロい系ですか。違いましたか。ダメですか。違います。これ違うんだ。コウカさん、そんなもっとエグいやつ。もっとエグいやつがあったか。なるほど。はい。そんな意味があるんだけど。あれ。そんな始まりされちゃったらもう次出ない。いないですか。なんやなんや。じゃあもうベタに。あ、ベタ。スタンドバイミー。ベタすぎる。ベタすぎる。ベタすぎる。はい。タイタニック。タイタニック。タイタニック。ちょっとそんな可愛い顔だ。そういうペトニックですね。あー、なるほどね。なるほどね。さすがに。はい。ダイブパニック。ダイブパニック違うんですか。違う。あれ、自分の問題なんでここ答えたじゃない。あ、失礼しました。これ真面目にやっていいんですね、これね。はい。そしたらですね、終了。終了。今度はですね、スネスネ長ゆれさんからの問題。え、答えないんだよ。答えない。この問題とかね、ゆれからの問題って俺ら一切考えた記憶ないんだけどね。打ち合わせしてないんですかね。今日のゲスト、スネ長ゆれさんからのですね。はい。さあ、クイズラテン書第4問。はい。スネ長ゆれさんからの問題。はい。スネ長ゆれさんが、これだけは許せないという男性の癖、これ何でしょう。考える時間10秒。はい。はい。白いメガネ。白い。何だよ。おお。早くも仲間割れですな。めっちゃ汗かいてるやつ。はい。いい年してタンクトップにスカウター。はい、他に何ですか。はい。頭にサングラス乗っけてるやつ。忘れないかい。身内やめろ。身内身内身内だわ。はい。トイレが終わった後に蓋を閉めない人。まき散らかすね。まき散らかす人。他にいないですか。ポテトが上がる間に。お答えください。いや、はい。はい。トイレ流さないやつ。俺だ。俺だって、それなんで、それなんでだ。だいたい3回に1回しか流さない。なるほどね。だいぶ溜め込んでますね。エコでしょ。だって水がもったいないじゃない。あ、そうですね。エコっていうか、うんこって感じですけどね。なるほど。ありがとうございます。終了。終了ですか。なんだかな。答え気になるんですけど。答えはないんですよ。答えはウェブで。ウェブで。続きはウェブで。ウェブで流さないわ。ウェブで。さあ、じゃあですね、次の問題いきましょう。はい。もうね、今度はですね、なんと岡本さんから、岡本ですか、出題いただきました。なんと岡本さんから。岡本さんから。はい。クイズ、はい、ラティーノヒート。はい。いいですね、覚えてくれた。そうですね、優秀ですね。ゲストさんに操作されて、他のゲストさんと思いませんよ。本当に板についてらっしゃる。もうアシスタントの座。いや、もうスポンサー契約しようと。あららららららら、本当に余力があったらうちでもお願いいたします。ぜひぜひお願いします。じゃあ岡本さんの問題。はい。はい、岡本さん、これだけは人に言えない秘密があります。それは何でしょう。はい。考える時間10秒。猛虎飯が未だにある。他、他。ちょっともうこれ当てちゃって。当てちゃって。行きましょう、行きましょう。当ててくれるんですか。この前お漏らしした。そうなんですよ、あのね。番組来る途中に車で来るんですけれども、我慢しきれなくて、運転中ペットボトルにおしっこしたんです。我慢しきれなかったんじゃないんですよ。遅刻しそうやったから、おトイレの時間はしょったんですよ。なるほどね。で、走行中に試してみましたら、なるほど、噴水状態になります。岡本さん、アウト。アウト。すいません。でも人に言ってますよね。番組中放送してますやん。人間だよ。生放送ですよ。生放送ですね。生放送ですからね。じゃあ岡本さんの人にはいない秘密なんでしょうか。はい。実は伊達メガネ。実は伊達。
どう入ってますか？めっちゃ入ってる。覚えてるんですね。ケントデリカットやって、ケントデリカット。ケントデリカットって何ですか？メガ、メガ、メガ。ああ、ほんまに、すごい虫メガネみたいだ。虫メガネみたいだ。入ってませんでしょ。この白のフレーム取れるんですよ。ここ取れるんですよ、こうやって。あ、そうそう。メガネ取ってもらった。ああ、そうそう。ああ、ああ、ああ、なんか知的な感じになるよ。知的。黒の方がなんかいいっすね。白つけるとちょっとね、なんか、ああ、ハレンジな感じになる。白つけたらね。そう、シャレオツでしょ。しかも、よう見たら茶色になってるんですよ、これ。あらららららら。ちょっとね、ちょっと、岡本さん。はい。汗がすごい。でしょ？今日ちょっとあの、あれなんですよ。トイレの時間入っちゃったんですよ。間違えてここに入ってもったから。ほら、全部出てますよ、今。めちゃめちゃ通達じゃないですか。わかった。はい。はい。ちょっとあの、メガネのフレームが若干黄ばんでいるのは、あれは便器の中に落としたからな。違う違う。落とさない、落とさない。落とさないですよ。落とさない。これはもうなんかだんだん色ついてきたんですわ。なるほどね。はい、メガネケースの。なるほどね。メガネケースの色はついてきました。はい。岡本さんがはめている、実はパワーストーンの術のようなブレスレットは、実は巨大なイクラである。イクラ！どんなあれなんすか。いいえ、もうこれはね、ありがたいもんですわ。ありがたいですか。なるほどね。綺麗ですね。もうないですか、ポテトが上がる間に。おっと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 。でも俺ら結構出したぞ。なんか入れちゃめっちゃ気になるほら。行きな。あ、どうぞ。じゃあ、行け行け。あの、抜け毛がひどい。抜け毛がひどいわ。それは俺だわ。ひどいわ。僕はハゲないっすよ。どう考えてもバッチリだろ。ハゲないっすよ。全然、あの、ハゲ一族ではないんで。うちはハゲ一族なんですよ。はい。ふさふさ。僕だけ、ふさふさでもないですけど、うちのおじいちゃんが名前がヒカルって言ってね。ああ。本当にハゲ一族。なるほどね。どうでもいい情報です。どうでも、誰も求めてない情報。はい、ありがとうございます。じゃあね、やっと最終問題。最終問題やっとですね。最終問題はなんとね、得点が3000倍。いい加減させてください。今まで時間返しなさいよ。そういうありきたりなやめて、お約束。さあ、行きましょうか。最終問題です。これに勝った方は、プリンを。全部食えるんですね。はい。プリンかかってたよ。忘れたね。ぜひね、あの最後ジャッジとして、じゃその商品をちょっともう一回お見せしましょう。いいですね。見てこれ高級感。すごい。そんなことない。こんな。美味しそうね。一番右がチョコですか？チョコです。そう。チョコとプレーン。プレーン。いちご。あ、いちごなんや。ほうじ茶抹茶。あ、やばい。ほうじ茶あんのか。あ、じゃあ瀬永さんはほうじ茶。ほうじ茶。はい。僕いちご。おお、かわいい。僕抹茶。抹茶。抹茶。はい。私もいちご。じゃあ、いちご。じゃあ、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 やる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 や気が狂ってんですか？満足しちゃった。満足しちゃった。いや、ちょ、もう仲良く食いますよ、こっちで。ちょ、待てよ。おいおい、あ、ほんとリアルにやばいよ、そこ。マジ似てねえから。俺も似てるだよ。じゃあ、最後行きましょうか。はい。これ、ミルキーちゃんから問題いただきました。おぉ。ミルキーちゃんから。はい。クイズ、ラテンの人、第6問。はい。なんと、東京五輪に、実はミルキーちゃん、出場しております。さて、何の種目で出てるんでしょうか。考える時間10秒。これは…いや、もう一択ですよ。なんだ。新体操。新体操。はい。他、他っすか。じゃあ、はい。はい。聖火ランナー。聖火ランナー。うわー、クソ、聖火に出ても、マジか。確かに、確かに。聖火ランナーでしょう。他は、他ありませんか。あとは…なんですかね。いや、全然出ない。出ないね。3000ポイントですよね。ちょっと3000ポイントです。3000ポイントやからな、これな。じゃあ、はい。おー、待って待って、すげえ、いっぱい出てくんだ。卓球。卓球。何でもいいから、質問で。普通。卓球。正解なんだよな、これな。あ、分かった、分かった。開会式のドローン。ドローン。マジ？あれはドローンか。あんな集まったの。ドローン普通してないじゃないですか。ドローンやろ。どういうこと？はい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 。あの
開会式で、あの、様々なマークをやってた、あの人に、後ろで、次の道具を渡すスタッフ。あ、スタッフスタッフかい。あ、それ、バズったじゃん。バズった。厳しいな。厳しいな。はい、あと、ポテトが。あら、大丈夫。あと、なんだか、なんか、はい。あ、やっちまった。閉会式。はい、はい、ジョギングジョギングマラソンでもない競歩でもない競歩でもない違う、あ、よし来たな、なんだろうな、難しいの、さん優しい、もう出たほとんど優しいもう出たんですか、出たんですか、終わったんですか、一応終わったんですね。終わったんですね。はい、いた。いけ。ミルキーの大食い対決。ミルキーの大食い対決。マジで、そういう感じ。あ、そう。もう作っていい感じね、もうね。なるほどね。あー、なるほど。もう出ないですか？あー、ちょっと、はい。お焼香早揚げ大会。お焼香どういうこと？厳しい。違う、もう、いかに。ね、いかにも。なんでオリンピック。あ、もういいですか？はい、はい、はい、オリンピックのあの5つの輪を、うん、地面につかずにくぐる競技。あ、地面あ、違った、あ、違ったか、違ったのか、違ったのか、あの、ブルーインパルスの、うんうん、あの、操縦士、うん、あー、なるほど、なるほど、見えたもん、そう、見えたもん、うちも病室からね、あの、魔法が聞こえてましたよ、マジっすか、おー、聞こえてた、すげー、はい、はい、まだ行く、まだ行く、ブルーインパルスの出てるあのジェット気流みたいな煙は実は、あの、ミルキーちゃんの鮮やかなおならだったおなら、くそ臭くない。すごい威力。ミルキーの味ですね。あ、ミルキーの味みたいな。すごいな。ママの味。ずっと入りたい。ずっと入りたいな。なるほどな。ということで、そうそう、出揃いましたかね。出揃ったんすか。終了。これはちょっと。これは結構うちらも出したんじゃない。もうこっちも大正解ですね。じゃあちょっと審査委員長。はい。審査委員長。はい。この総評をまずいただきまして。はい。どっちが、まあまあまあ、まずこの大会の、いや、これは第365回です、65回にふさわしいメンバーが揃いましたので、はい、よかったです、ね、よかったですか、はい、特にゆりえさんとか、ゆりえさんね、積極的にね、作られてましたもんね、ね、一生懸命考えてましたね、この答えのない決断終わりのない終わりのない、ということですね、このね、じゃあ評価、ジャッジの方なんですけど、ジャッジは来週まで持ちます。来週出らんやろうがよ、俺ら。めちゃくちゃ。ナイパルハスか。じゃあ、せっかくなので、じゃあ審査委員長、ジャッジの方、ぜひ。ジャッジの方、じゃあ、あの、お二方とも素晴らしかったので、お二方に食べていただきたいと思います。イエーイ！じゃあ、じゃあ、じゃあ、早速、実食を、そう、実食しましょう。はい、じゃあレディーファーストで、レディーファーストで、はい、はい、ふざけていただけなんで、はい、なんでもええんかい、せっかくなんだよ、ちょっとあのね、食レポもね、食レポね、したいんで、ありがとうございます、なんでミルキーさん、いちごいちご食べてください、そんなバカな、あとであんしてあげてください、あ、やだ、ちょっと本当にちょっと楽しみ、じゃあちょっと一人ずつ食べて感想を言ってもらいましたか、味が全部違うんで、なるほどね、はい、一個僕あの残り物で大丈夫ですからね。いらないですか？さあ、じゃあ MVP の人が2つ食べる。あとでじゃあ MVP 考えてください。はい。じゃあこれがプレーン？プレーン。僕プレーン派ですね。じゃあやっぱりね、あの食レポといえば、末永さんから食べていただいて、ね、任してくださいよ、この女優ですから、ですよ、女優ですからね、あらゆる食物を食べて、もういろんな男を食い尽くすって、最後ちょっと食べ物じゃないんだ、さあ言ってごらんなさい、あ、ほうじ茶ですね、ほうじ茶です、私が選んだのはほうじ茶です、はい、まずね、表面がちょっと画面にちょっとアップしてもらっていいですか、はい、ちょっと見えますかね、あ、ありがとうございます、こんな感じですね、はい、いあんまりアップしても変わらなかったあ、表面がもう美味しいですね、うん、あ、これ二層になってるんですよ、そういえば、あ、やはり、はい、ここがね、ちょっと抹茶とかちょっとこのこことここが二層になってる、うん、じゃあ
全部下まで、はい、下まで行っちゃってください。はい、あ、うん、待って、これ真ん中からクリアクと抜くと、うん、つゆが蜜が噴射、すごい蜜がいっぱい、いただきます。どうですか？あ、美味しい。美味しい。あの、あ、自ら。すごい。使いこなしてますね。これ面白い。ナチュラル。ナチュラル。あの、それはな、ほうじ茶でしたっけ？ほうじ茶です。ほうじ茶。ほうじ茶の匂いとかもします？香り。あの、甘く、甘すぎず、うん、なるほど、すごくほのかに。ほのかに。うん、あの、ちょっと。一個か壁隔ててこう香ってきてくれるような、うん、じゃあ次、じゃあちょっとミルキちゃん、うん、何味ですか、それは何味ですか、私が食べたのは紅茶味、紅茶、紅茶も2層なってますね、うん、女性に大人気、はい、紅茶、滑らかの方が上ですよね、硬いめが下ですよね、はい、滑らかが上です、はい、うーん、とろける、とろける、おいしい、なんかこのもう欲しそうな、欲しそうな、めっちゃ欲しそうな見せてます待ってる、待ってます、待ってるの、はい、すごい美味しい、もうあの2つの層が全然食感が違うんですよ、うん、上がとろけて、うん、下がちょっと固めで、また紅茶とほうじ茶って似てようでちょっと違う感じですもんね、はい、じゃあちょっと岡本さんも行きましょうか、はい、はい、僕のやつこれ抹茶ですわ、抹茶、はい、抹茶で、うん、ちょっと緑ですね。いやもう見たまんまですよ。見たま、あ、ラジオだからね。ラジオだから。そうですよ。抹茶だかってあんま聞かないですからね。抹茶ですよ。うん、ラジオだったんだ。で、あれ。ラジオです。ラジオですよ。100メートル四方が聞こえてます。これちょっとつまみますとね。うん。つまみ。つまみ。おいしいですわこれ。落語家と食い方。宇治ですね。宇治ね。宇治の抹茶ですわ。うん。ええ、はい、美味しいですこれ。はい。めっちゃ面白い。じゃあ甲賀さん、はい。あれ、いいですか。じゃあちょっと私もね。いちごですね。いちご、一番人気のいちご。本日ご紹介いたしますのはですね、うん、東京江戸と書いて東京プリンさんからですね、うん、こちら今日はストロベリーバージョンでございますね。まずご覧ください皆様、これストロベリーでございますけれどもね、そもそもがですね、ストロベリーといえば皆様赤いを想像してるでしょ、うん、そんな常識では固められない、うん、まとめられない、それが東京プリンでございますからね。まず見てください、なかなかこのまずスプーンがですね、もう普通の形状じゃないんですねこれね、なんとか人させますからね、これ普通の形状だわ。さあこれがね、すくいやすい水温できてるんですね、まあ、人に優しい、もう八木社長のですね、思いが詰まった、もうスプーンからもうスプーン一つとっても詰まってますよね。食べるまでめっちゃ時間がかかる。そしてこちら古代エジプトを彷彿万千の時間がかかる、エジプトでまさにこれはですね、しかもこれ地層になってるんですよね、これがね、お菓子界のですね考古学でございますこれはね、そしてですね、これをじゃあ一口食べてみたいと思います。またざっくりとサクッと刺さるんですねこれがね、もうね、何の抵抗もなく、まるで豆腐のような感じ。栄光のあるプリンってどんな。さあそしてこれをですね取り出しました、いただきますよ、これいいですか皆様ね、ありがとうございます。ほら来たよこれほら来ました。まずですね、いちごなんだけど、いちごだけじゃない、これいろんな風味がですね、ものすごいミルフィーユ状になってですねミルフィーユ状ちょっとだから戸惑っております。戸惑っちゃうんだ。生クリームも入ってるんじゃないでしょうかね。そして卵も入ってると思いますね。大体入ってるわ。あ、そうですか。絶対入ってるよ。そしてなんとこの中心をですね、この中心をいじっていただくと、中心蔵、なんとですね、出てこないで、あ、奥失礼しました、奥の方にこれ出てき、溢れ出るこの肉汁のようなですね汁たち、これはお菓子界のですね小籠包と言われておりますねこれね。すごい、このまた汁をつけた感じで食べてみましょうね、うん、出ましたこれ、味変どころかさらに味が増しましたよ、増し増し、うん、増し増しでございますねこれね。もうつゆダクダクが好きな方はですね、もう、ま、中をこねくり回してくださいね、そうすると味の調節ができます、うん、薄味が好きな方は上だけを食べてくださいね自分で調節できますからね、はい、映画の番宣の時間がカットですよ、いやいやいやプリンで、はい、次行きましょう次、はい、はい、じゃあちょっとラティノさんのこれプレーン、プレーン、プレーン、うん、一番スタンダードなんですね、スタンダード、はい、僕もね、食べてみたいと思います。
いやいやいや、あぐまえ、あぐまえ、ちょっと、ちょっと、あぐまえください。よい子、よい子真似しちゃう、よい子真似しちゃうから。まゆそれぐらい。うまい、これほんと。すごいね。おいしい、おいしい、おいしい。どこがどううまいんですか、ちゃんとってください。俺ね、おそらくですよ、うん、これ僕どっか大昔食ったことあるんですよ、うん、プリンの味に似てる。プリンだわ、そうそうだ会社の名前が東京プリンだわ。なるほど、お前欲しかろうで。いやこれね、ほんと贈答用にぴったりですよ。うん、まあそう、うん、まあ、うん、いやこれありがとうございます、社長。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。いやほんとね、初めて食べれるように、うん、そういうことですね。なるのか、今完食する感じ。わざわざと食べた。なんかで俺食べるよ。もう食べた食べた。じゃあせっかく1個上がった。 MVP、 MVP 決めて。じゃあ MVP は、うん、食レポ MVP でいいんですか。食レポの、うん、じゃあやっぱり、うん、加賀さんかな。あった、本当ですか。ただ単に社交辞令で手を出したら本当だったです、ね、ありがとうございます。もうこれまた食べ終わった後もこの器が可愛らしいから何かに使えそうですよ ね、 これね、引き出しとかに綺麗に入りますよ。あ、なるほどね、アクセサリーとか ね、 あとね、取れたボタンとかを入れたりとかね、あとコンドームとかこう入れとか綺麗にこう触りますからね。しかも使った後ですよね。使ったやつはしてましょう。いや、ほらやっぱりあのツーだから、ツーとして使えるからね。もうそう、言うとんねん。もうそう、ずっと前ですね。何の話ということでですね、はい、はい、じゃあ、あの、食べながら進めていただきたい、はい、いや、せっかくなんで、PR コーナー、この40分が PR コーナーなんで、はい、はい、じゃあ、せっかく今日ね、はい、来ていただいてるんで、はい、番組の宣伝と、やっぱり映画の宣伝、はい、それで、あの、末永さん、雑誌の宣伝もあるでしょ。ありがとうございます。じゃあ、まず末永さんのね、はい、PR 動画、画像から出していただければね、ちょっと自らちょっと PR していただければ。ありがとうございます。はい、すげーな、ここまで持ち込んだか。フォトテン、これ出し持ってます今日。今日ちょうど持ってるんですよ。ちょうど、いや絶対ちょうどって。はい。これ、ね、結構ねガッツリ写ってるんですよね。そうなんですよ。フォトテクニックデジタルという原稿社さんから出てる雑誌で、ちょっと出ますかね。こういう感じで。じゃあちょっと申します。ありがとうございます。1ページ目が見開きで。はい、こういう感じです、ね。はい。で全部で6ページの。あの、取り下ろしグラビアになってるんで、よろしければ。そう、しかもですね、最終巻なんですよね。そうなんですよ。この雑誌がね、もう、最後です。最後なんで、最後を飾るという。はい、ぜひぜひ皆様よろしくお願いします。はい、もう書店に急いで。ありがとうございます。はい、もう、甲賀さんはひたすらプリン食べてる。一言のように。他ありますか？他。はい、他そうですね。何送りましたっけ。なんか一通り出してもらっていいですかね。一通りちょっとね出してください。舞台挨拶もあ、これなんですか。これは、はい、これは新竜亭外伝という映画で、うんうん、これですね、映ってます、ね、そうですのヒロイン役を演、うん、演じさせていただくということ で、 はい、映画です。で、来月くらいにクランクインをするので、うん、まだなんですけど、あ、高岡さんも出てるじゃん。そうなんですよね、うん、名前だけちっちゃくね、うんうん、いやみんな同じサイズですよ自分。そうですよ。そうで、まあ、今年中かもしくは来年ぐらいには、うん、皆様にお届けできるかなと、うん、まだ日程決まってないですね。はい、でただいまクラウドファンディングをしているということなので、うんうん、ご興味ある方はぜひぜひ。でアクションものなのでね、アクションものはい、いろいろな方に、でゲストで出られている俳優さん方もとても豪華になっているので、うん、役者さんの方もはい、なのでぜひぜひ皆様よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、さあそして、はい、やっぱり、はい、電車を止めるな。そうですね、これをぜひね、ちょっと、あ、これ、あ、電車、はい、これ、あれですか、上映会場。上映会場、ちょっとじゃあ、小川さん。はい。池袋ヒューマックスシネマズでございますね。こちら8月の7から13日、なんと舞台挨拶もやりますのでね、7、8、9は我々が、ローテーションでですね、舞台挨拶します。ゆりえちゃんは7日かな？はい、初日の7日です。ね、私は中日の8日でございます。ね。でラティーノさんがひょっとしたら9日あたりに、に来てくれるということでございますからね。そうですね。うん
でこちらの電車はで、あの電車を止めるんだという映画はですね、銚子電鉄、千葉の銚子にあります銚子電鉄という鉄道会社が作った映画でございまして、この銚子電鉄は知る人と知る、知らない人は知らない、当たり前でございますね。本当に万年赤字でいつ潰れてもおかしくないリアルな鉄道会社があるんですね、存在してて、そこが、実はあの変電所というですね、電車を動かす施設が老朽化をしておりまして、これが修繕しなければならない、2億円かかるんですね。その金どこから持ってこようか、そうだ、そういえばなんとかを止めるな、あ、カメラを止めるなっていう大ヒットした映画があったなと、あれにあやかってしまおうと言ってですね、作り始めた映画はこちらでございますが、カメラを止めるなとは何の関係もございません。関係ないです、はい、インスパイアしてる、インスパイアしてる。ただですね、この映画本当に、超調子が作った時に超 C 級なんですけれども、今までに皆さんが見たことがない映画でございます、ぜひ一度ですね、ご覧いただきたいと思います、良くも悪くも、そして、この映画ほとんどほぼノンフィクションでございます。ノンフィクション、ほぼほぼノンフィクションでございます。本当の話ってこと、本当の話でございます。そうなんですね。何ですか、呪いの 6.4 キロって。はい、ありがとう。いい質問でございますね。その銚子電鉄の全長がですね、なんと 6.4 キロしかないんですね。そんな短いの。そうです。全部歩けちゃうんです。歩けちゃいます。あっという間でございます。ま、歩けちゃうけども、あの地元の方々には、あの、なくてはならないっていう銚子電鉄は足として、はい、その興味出てきましたね。ですね。すごい。6.4 キロ。これね、岡ちゃんね、この乗りに行ける、この3人いるでしょ、はい、小川さん、末永さん、はい、道井さん、ここの映画で出会った3人が、はい、トリゴアーズで番組やってるんです。そうなんですね。それはいつでしょうか。これは、ありがとうございます。毎週金曜日夕方4時から生放送で送らせていただきますんでね、はい、皆様嘘でしょ、もう金曜日、動画ですね、検索していただきます、いただきますじゃない検索してください。はい、そして明日ですね、はい、明日の16時から生放送なので、先週ね、出させていただいたんですよ。そう、ラジオさん出してくれてですね。でね、その時もお腹痛くて、お腹痛い、お腹痛くて、あ、そうそう、それからや、そう、もう我慢しながら出させていただいて、その後もあの歩けなくなってタクシーで帰ったんですよ。本当ですか。で、家帰ったら38度熱出て、あら、やばい。それで月曜日入院してたんですよ。なんで？大丈夫だったんですか？お腹痛くて。おい、腹痛。いや、もう腸に穴が開いてて。やばいっすやん。そんな状態で番組出てたんですか？うちの番組。もうストレスで。この番組。どんなあれなんすか？うちの番組出たストレスで。ストレス。冗談じゃないよ。穴開いたっていう。そう、マジで、ね、5日間絶食してたんですよ。だからね、もう今これぶっかぶかだ。まだ痩せて。そう。そんな4キロ落ちました。また？また4キロ落ちました。すごい、ずっとこの笑顔でしたよ、すごい、すごい人ですね、ラティーノさんって。苦しい時もね、もうその時気づいてなかったんで、何を言ってるんでしょうか。穴が開いた、お腹が痛いんだけど、そんな腸に穴が開いてたって知ってたら、多分もう今埋まったんですか。まあ、謎なんですよ。謎って何だ。8月の18日にもう一回 CT 受けて、それで大丈夫だったら大丈夫。でも痛くはないんですよね、もう。今は痛くないです、ね。じゃあもう埋まってますよ。じゃあ大丈夫。でもね、そう、病院の先生やったら、たまたま穴開いてた時に横に臓器がくっついて穴を塞いでたから痛くなかったんだよ。ずっと開いてたんや。そう。で、月曜日痛くなかったんですよ。だけど病院から電話かかってきて、子宮来いって言って、いきなり入院なったんですよ。はい、あ。そう、健康そうに見えるでしょ。健康、健康。ね、もう6回ぐらい入院してるんですよ。そんなに？もう10年に1回ぐらい入院してますから。意外とね、脳天気なようで、オリーブ、オリーブ、お世話になったんで、今回、そうです、ちょっとね、道井さんが今日来れなかったんですよ。また今度ね、道井さん呼んでいただいてもいいですか。来るともう密度全部奪っていきますからね。あ、そうですね、めちゃめちゃ濃いですから。そうなんですか。もう絶対ミルキーさんが嫌いなタイプ。いや、八木さんも苦手かもしれない。八木さんは意外と何でもなんかもう多分神の領域まで行ってると思うから、もう心の広さがね。ミルキーさん多分生理的に無理だと思う。私大体誰でも大丈夫です。いや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 、侮ることなかれ。岡本さんは意外と平気だと思います。大丈夫ですかね。僕鈍感ですからね。鈍感なんですよ。じゃあ最後、八木さんのプリンの、プリン、あ、じゃあせっかくなんで、ありがとうございます。はい、辛いになっちゃいますよね。ホームページまた出していたで、はい。なんていうの？いたで。これね、はい。ホームページ。この江戸プリンでいいですか？江戸プリンで検索してください。贈答用にぜひおすすめです。は
はい、でこれ ほらお取り寄せランキング1位ですからね。何度も獲得してます。何度もですよ。はい、何度も獲得してます。なんか人生の中で1位取ったこと1個もないからね。本当に。あります？みんな。そうですね。ある？ないですか？ないよ、1位。すぐ出てくるのなかなかないですね。で、ないですか？それ1位あっさり取る。すごい。だって、作って何年ですか？作っては7年ぐらい。7年。7年で1位。俺53年生きてるけど1位ないよ。これから作りましょう。1位は何のジャンルで、いやいや、もちろんこのラジオで。さあ最終問題です。ラティーノさんが1位になれる競技は何でしょう。はい、ショーの早飽き、早飽き大会。噛むな早飽き大会。噛んじゃったからもうコスプレ大会。なるほど。はいはい、ストレス溜め込む大会。めちゃめちゃメンタル弱いおじさん。はい、あ、2体、みんな2体。ニコニコ大会。ニコニコ大会。ということでね、時間になりましたので、今日はですね、モリモリで、今日ね、本当に矢木社長をプリンいただきまして、ぜひね、番組のスポンサーとして、お願い。そしてね、ラジオを聴きなきゃ。飲食関係の方、ぜひ来ていただいて、カレーとかさ、なんか海鮮のどうかやってる人いたら、そうですね、持ち込んで、そうですよ。なるほどね、もうこれね、食いたい、昼飯代わりにね。ああ、だんだん時間になりましたので、はい、じゃあ最後、一言、はい。はい、皆様、嘘でしょう、もう金曜日もですね、どうぞ見てくださいね、あと電車を止めるな、お願いします、本当に、止まっちゃうんで、このままじゃ。じゃあ皆さん、また来週ラティナさんの無駄に開運でした。ありがとうございました。ありがとうございました。幸あれ。またね。あー、消えていく、やめてー、息苦しい。ありがとう。